文化系トーク YouTube グランパンパースです。オルビットのオンラインライブウィッツですけれども、こちら見ました。で、2日間やってまして、1日目土曜日の方がファンクラブ会員向けのもの、そして、日曜日の2回公演やったんですが、そちらの方が一般の人というかファンクラブ会員じゃなくても見れるという形で、ファンクラブ会員の方のやつはもちろんね、内容を言うことはできませんし、一般公演の方の、夜公演の方をね見ましたんで、こちらの方はなので、そちらについてお話をしようかなというか語ろうかなって思いますね。はい、まずね、良かったっす、とても。値段がちょっと高いかなっていう風に正直ね、最初思いました。オンラインライブが結構普通になってきてたので、で、まあ手数料とか込み込みで6000円超えたりはしたんで、ですけども、見てみた感じで、すごく満足いくライブでしたし、あとセットとかね、いろんな照明からね、映像とかね、いろんなもので凝ってて、確かにこれでね、まあ6000円だからむしろ安いかなっていうぐらいだったりはしましたね。で、いろいろと思いましたが、みんなのパフォーマンス能力がね、7人のパフォーマンス能力がとても上がっておりましたし、それと映像とかのね、技術も相まって非常にこう豪華な空間になっていて、芸術作品だなっていう風に普通にやっぱりね語れることだなっていう風にも思いましたね。はい。で、一つ一番これが意外だったのが、皆さんも意外だったかもしれないが、ネバーゴナゲットアウェイですね。エンチャントの中の曲で、明らかに振り付けとかダンスがありそうな曲ですけど、まあ MC でも語っていたわけですが、振り付けがないっていうね。で、セットの形がやっぱオルビットがね、宇宙というか、いわゆるオルビットは軌道っていう意味でね、惑星だったりね、ファンダムアースって地球であり、他の7人も全部惑星のね名前で表される形で、宇宙だったりとかね、あるいはエンチャント以降で、神秘的なものとか神話だったりとか、あと曲によってはね、いわゆる天空とかね、ブラインドなんかそうですけど、天界、天国みたいな感じの、そういったコンセプトにも合っているわけですけど、ネバーゴナゲットアウェイに関しては、いわゆるクラブみたいな感じのセットで、そこでハンドマイクね、みんな持ってて、結構前半の方で歌ってましたが、ハンドマイク持ったのは、ネバーゴナゲットアウェイが最初だったかなっていうね。で、曲ね、すごく、バックトラックのところが結構、いわゆる、クラブとかで DJ が流しそうな感じの曲調だなっていうのは、もともと思ってて、でもね、ライブで、ディスコというかね、ジュークボックスなんかもあったからね、ディスコでもいいのかもしれないけど、クラブやディスコ的な感じの、演出、セット、それを使うっていうのが、結構意外だったっていうか、でもね、合ってましたね。で、セットとかも、ネバーゴナゲットアウェイが、特集バージョンなので、それ以外は、前半が宇宙みたいな感じだったりとか、で、中盤以降、エンチャント的な世界観、あるいは神話とか、そういう天国とか、そういう世界観みたいな、神秘的な世界観というもので、曲がたくさんあるので、それでいろいろ演出のやり方で合わせていけるっていうところがあるので、ある意味オンラインライブでしたけれども、有観客ライブをやる際にも、そういう曲の瀬取りだったりとか、演出の仕方だったりとかっていうのは、すごく確立できたのかなっていうところですね。はい。で、技術チームね、韓国の技術チームだと思うんですけれども、すごいっすね。普通にすげえなって思いました。で、ある意味ね、このオルビット自体も、いわゆる個人事務所でやって、それで、しかもコロナっていうね、もう人類初、初っていうかね、人類の歴史としてもかなり特殊な例である、災害というこの時代において、これだけのものをできたっていうのは、やっぱこれは一つの音楽史だけじゃなく芸能史っていうものに関する一つの指標というか、偉業じゃないかなっていう気がしますね。はい、個人事務所っていうか小さい事務所でっていう形のことで言うと、私の今の推しグルの BE:FIRST もそうなんですけれど、時代が変わってきて、もう大きい事務所にいなくてもこれだけのものができるぜっていうところで、非常にすごいなと。で、ヒチョンさんたちの人脈、ヘイローの時の時代から続くであろう人脈であったりとか、あとね、日本人メンバーとかも含めた全員のそういう能力値とかも相まって、ビジュアルっていうものもね、やっぱりその能力値に入るとオルビットに関しては思っておりますけれども、非常に見栄えの
あるライブでありましたと。で、演出に関してもオルビットはオルビットで、やっぱり宇宙とか神話とかそういう形のものがね、すごくあるので、これをだからいろんな業界の人が見ていた時に、このグループ面白そうだなって思ってもらえる可能性は高いかなって気もしますし、あとはこれをアースがですね、伝えていくというか広めていくっていうのが大事かなと。つまり今までですけど、今まであのアースとしてもオルビットの7人の実力っていうものは当然信じてはいたけれども、ただ実際にライブをねやったことがなかったので、これをだから実際やった時にどうなるのかっていうのは判断材料がなかったわけですが、少なくとも今回にこれで判断材料はできたし、その上で自信持って進められるグループだっていうところがやっぱり証明できたところがあって、それ自体がもしかしたら一番のこのね、まあ果実というか一番の良かったことかなっていうね。これでだからSNS にしても、まあ、直接にしてもいろんなところに広められるっていうところもあるのでね。あとまあソロ曲ですね、あのジュン君のソロ曲、まあソロ曲の前にまずあのショーオフの後でダブル20だったわけで、1回目の MC の後にトモ君があのソロ曲をやり、あとはあれですね、ソロ曲ではないですけれども、あの水たまりで、あのユゴ、シュンヤ、ユンドンの3人がやる曲、あの曲はね、あの可愛かったっすね。あのユウコたちのイメージによく合っている。でもちろんジュンのあのラップのところも非常に、演出にしてもね、まああの赤い感じっていうかね、ジュンのね、あの担当惑星が火星ですから、あちょうどいいなっていうところもあるし、まあジュンはねやっぱりあの色が合いますわね。うん。でトモくんもね、もう完全にね、あの天国のイメージでね、非常にあの素晴らしい R&B でしたし、あとあれですね、あのヨンフンくんとあのヒチョンさんのソロ曲もあって、ヨンフンくんはあれですね、なんかディナーショーを見てる感じがしたな。お花がたくさんあったからでしょうか。ソロの歌手でああいう感じのあの人がディナーショーをやるっていうのもなんか想像がしやすいぐらいで、でヒチョンさんもあの天使のイメージで、なんか天国の階段みたいなところに座っていましたね。うん。だからまあそれぞれのソロとしてのなんていうか、皆さんのね、まあユニットもありますから、ソロあるいはユニットのそういう魅力っていうものもあるので、だからまあ今後だから結局 MC でも言ってましたが、やはり7人揃ってやるライブっていうのが、まあ状況、あの感染状況とかもそうだし、あとは単純にやっぱり大人の事情でね、あのこれだけのライブをやったから金銭もたくさんかかったと思うので、そこをまたね、あのこの規模の、あるいはさらにあのでかくした規模のライブをやるってことになると、それこそ7人でやるっていうのがそう簡単ではないんだろうなっていう気がするんで、これは私の考えで、前の動画というか、エクリプスなどについて語った動画など最近いくつか上げさせていただきましたが、思っていることが、まあ、ソロ活動ね、ソロ活動を結構何かしらでみんなやっていって、それで一中心にオルビットってグループがいるっていう形にしていくのがいいのかなっていう、まずはね、そこかなっていうふうに思ってるんですよね。でソロ活動しつつで、フィーチャリングでいろんな人を入れるだったりとかね、例えばヒコとかね、バグベルのみんなでもいいし、可能であれば他の事務所とか他のアーティストさんフィーチャリングでねやったりとかするっていうのもありかなっていう気がする。それがあの韓国の3人の場合はその3人でやるっていうところがいいだろうし、で3人は3人でもあの完成されている部分がありますからね、もちろんね、かなりで、例えばシュンヤとユーゴが一緒に組んで、それで可愛い感じの曲をやっていくと、でそこに例えばあの他のアーティストもフィーチャリングすると、まあ、でこれは賛否両論あると思うんですが、女の子の歌手とか混ぜてもいいのかなって、あのここに関しては思ってたりはするんですがね、まあ、これは私の意見です。でジュンとトモに関してもやっぱね、あのそれぞれあの2人はね、ソロでやっても魅力がすごくあるんで、いろいろこれは、動いていくといいんじゃないかなっていう気がしてはおりますね。まあでもね、やっぱり女の子いてもいいかなって気はするんだけどな。あのボルビットではないんですが、同じ日プワン出身のグループというところで、あのブームトリガーっていうグループありますが、岡野海斗くんがね、あのソロ曲も出してましてね、あすみさんかな、あのシンガーソングライター、あの 若いシンガーソングライターの方フィーチャリングで曲を出してて、それもなかなかいいんですが、あの感じをジュンとかトモがやってもいいなっていう風に私としては思ったりはします。まあこれは私の個人的意見です。まああの女性アーティストとフィーチャリングするかは置いといても、ソロ活動っていうところをやるのはいいかなっていう気がしますね。もちろんそれがメインってことではなくて、あくまでもそのオルビットをメインにして
でまあそれで音楽をみんな楽しんでもらうっていうところも含めて、あとは大人の事情としては普通にお金を集めるっていう、そういうね現実的な手法でもあるかなという気がします。まあできればね円盤化 DVD ブルーレイ化などができるといいんですが、もう円盤化ってお金かかりますんでね、だからあんまり現実的じゃないのかなっていう気がしますが、まあこれはだからなんかね時期が来たらちょっとずつそのオルビットの方の YouTube とかで流せるところは流していくっていうのを時期が来たらやってもいいかなっていう気はしますかね。でやっぱり冒頭でもね語らせてもらった気もしますが、かなり芸術性が高いなって改めて思うグループだと思うので、でアースの方もやっぱ芸術を鑑賞する形のタイプのファンの方が多いなとは思っていまして、だから広めていくっていうよりはどっちかっていうとこう額縁にねいて入れて綺麗に鑑賞したいっていう形の考え方をする方が多いかもしれないんですが、まあそれもすごくわかるんですけど、やっぱり広めていかなきゃなっていうところはあるわけでして、でそれ広めることによって、まあ、次の、まあ、ライブのためにっていうか、まあ、アースの皆さんが広めていくっていうことによってそれの実現が早まるっていうこともね十分にあるわけですので、そうやっぱり、ね、アースの方は私もいろいろファンダムを見てきた感じですが、おとなしい方は結構いらっしゃるなっていうか多いなっていうイメージはあって、いろんなファンダムの中でもそのファンダムがねそれぞれ特色が違ったりするんで、結構だから恥ずかしいかもしれないですが、積極的に SNS とかいろんなもので今つぶやいてない方とかもつぶやいていくようにした方がいいかなって気がしますし、それに関してはもしかしたら今までそのライブっていうものをやっていなかったからちょっと自信持って説明することができなかったかもしれないと。例えばですけど、じゃあオルビットいいですよって勧めた時に、じゃあ実際ライブとか見せてみたいな、まあ、見せてって言われても実際もうアーカイブが終わったら見れないんだけど、ただライブやったことがあってそれ自体がやっぱり良かったっていうことがあれば勧める時も自信につながるんでね。で結局、まあ、これはやっぱ BTS の本で読んだんでちょっとまた違う話ですけど、やはりこのファンダムとアーティストっていうのはこの今の時代っていうのは一心同体ですし、結局ね BTS にしてもファンダムのアーミーさんがいなかったらあそこまででかくなってないんですよ。だからやっぱりファンダムの力ってすごい大事で、特性っていうのも大事なんで、まあ、BTS のアーミーさんほどのすごい活動っていうのは難しいかもしれないですけど、 SNS とかで広めていくっていうのはやっぱりアースとしても必要だなっていうのを、まあ、やってる方もたくさんいらっしゃるのは知ってるんですけど、でもまあもっとやってない方がちょっとやることだけでもそれでまたすごくオルビットのためになるだろうし、ひいてはヒコとかバグベルだったりとかね他のドリームパスポートのみんなのためにもなると。やっぱドリパスに関してはオルビットが引っ張っていくっていうのがやっぱり一番宿命づけられているグループでもあるの で、やっぱりこれはねそろそろまあ語らなきゃいけないことになってくるんですが、やっぱまずはヨンフンさんのね兵役っていうところ、ヨンフンさんだけじゃないけど韓国人3人のメンバーの兵役っていうところはどうしても避けられないところになります。だからできればなんでしょうね、ヨンフンさん、おそらく最初はヨンフンさんが行く前にもう一度ライブがねオンラインでもできれば有観客、まあオンラインでもですけど、そこができればっていうところはまあ見てて思いましたし、そのためにはアースの方がいろいろ広めていったりとかね、それこそBTS のアーミーがやったのはアメリカのラジオ局に全てのラジオ局に曲をアピールするってことだったりするけど、まあそれを日本のところでやったりとか、もちろんアメリカとかでもいいですけど、そういうのをやってみたりとか、いろんな宇宙とかゲームとかね、そういういろいろなオルビットのコンセプトに合いそうな企業さんとかサービスとかにアピールするといいかなって気がするんですよね。前ありましたからね、宝塚のね OG 公演、卒業された宝塚の方々の公演で、O2 に入ってるセレナーデがね今日使われたりとかして、おマジって思ったことある、そういうのはあるんですよね。確かに宝塚的なところにもオルビットって合ってるなっていう、だからその辺はねアースの皆さんでいろいろとこういうところにはオルビ合うんじゃないみたいなのあると思うので、まあ、そういった広め方っていうのが必要かなっていう、はい。なので総評として非常にライブとしては良かったです。でこれをだからまたやるためにファンダムがね頑張っていくっていうか、オルビットのメンバーはみんな頑張っていますんでね、
まあ、ファンダムというかね、もちろんファンダムアースが頑張っているのは知っているので、ちょっと恥ずかしいなって思っている人たちがちょっと SNS とかでつぶやくっていうのをやっていけばいいのかなと。もう頑張ってらっしゃるね、大半のアースの方は今まで通り頑張っていただければっていうふうに思いますし、私も今一の推しのグループってわけじゃなくなってしまって申し訳ないんですが、オルビットに関しては本当に日本でそういうボーイズグループが何かをやっていくっていうところのきっかけというか、それが可能だなっていうのを示してくれたグループでもありまして、まあボーイズのラッパーの中ではね、オーディション出身のラッパーの中では一番最初に惚れ込んだのが間違いなく上原淳くんなのでね、はい、そこのところもあるので、今後もちょいちょい情報とか共有させていただいたりとか、まあはばかりながら考察などさせていただければというふうに思っております。はい、この考察はあくまでも私の個人的意見でございますので、そこのところお含み置きいただきまして、よろしくお願いいたします。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。